はい、どうもサオでございます。本日はですね、職業別のおすすめ編成とか、あとは職業ごとの動き方についてですね、まあ今回は前後編に分かれてやろうと思っているので、語術と、制動詞ですね。で、まあ語術と制動詞になると今度はヘイトの取り方が語術ですね、で回復量の上げ方が制動詞の方がね、気になると思いますので、まあ、そちら踏まえつついきましょうということで、それではやっていきましょう。で、これはね、実際に僕もね、やってる職業なので、と言っても、剣術よりは非常に弱いというか、武器が揃ってないんですが、まあ、これでも結構回せますと。で、おすすめ武器いっていきましょうか。で、まあ、必須級なのがですね、クリスタルクロットっていう、まあ、こちらの武器なんですけど、まあ、僕持ってないですね。これね、ヘイトの最大値を上書きするっていう効果持ってます。これ開幕に使っちゃえば、まあ、自分がね、一番最初にヘイトを取る方法、ヘイトを取ってしまうと。まあ、かなり強い武器なので、こちらはね、星3でも編成してください。でね、ヘイト系でね、もう一つあるのがこちらですね。自分ね、ヘイト上昇倍率アップ、付与 800%、32秒。こちらのスキルがね、非常に強いんですけど、まあ、あの、上書き系よりは、何でしょうね、突発的な強さはないんですが、これでも回せてます。僕はクリスタルクロットなくても回せてます。でこれがね、なぜ強いかというと、まあ、ヘイト上昇倍率アップを使った後に、こちらですね、ミスレルカトラス、こちら全体攻撃になってます。護術師の全体攻撃武器なので、ヘイト 800% 上昇した状態でこちらのね、全体スキルを使っていただくと、今回の強化再びみたいに複数敵が出てくる時も一気にヘイトを取れます。なのでこちらもね、ピックアップに入ってると思います。で、持ってる人ね、多いと思うんですけど、なんでピックアップ入ってんのっていうのは、そういうことですね。これは、ブロンズ系でヘイトをね、上昇させてから一気にこれで全員のヘイトを取るっていう形になってます。で、おすすめなのはこの3つですね。で、もう1つがこちら、ミトラナイススパーダ。はい、これがね、敵の大攻撃に備えるときに非常に強い。これ使っておけばね、全員の、防御力を上げながら回復できるっていうスキルになってます。まあ、ミトラ系はね、非常に強いので、あれば編成してください。で、ストーンプレートですね。こちらが、まあ、全体に、バフを与える技です。で、多分これミトラシリーズとね、バフは重複できるんだと思います。この倍率だと。できない、ちょっと弱いかな。もう一つ、非ダメージ軽減系の、武器、こちらですね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これがあるので、まあ、これは別に編成する必要ないです。まあ、ぶっちゃけの話、ヘイト系武器、物理、魔法の非ダメージ減らす武器と、まあ、全体攻撃あれば、まあ、こと足ります。で、あとは、ボトルですね。僕はボトル持ってないんですけど、まあ、ボトルあると、ヒーラーがね、回復追いつかないときに、まあ、万が一のために竜神化で全回復できるっていうね、護術師には非常にいいんじゃないかなって思ってます。決まっていいです。でね、スキルレベルは別に上げなくても全然回ります。スキルレベル上げたところで、物理ダメージが増加する、クールタイムが減少するなので、まあ、これエンドコンテンツかなって思ってます。ぶっちゃけ護術師は上げる必要ないかな。アタッカーはね、上げる必要あるんですけど。ということで、護術師は OK です。次、制動詞いきましょう。制動詞さっき3万超えたんですけど、3万2000ぐらいなんですけど、ちょっとこの編成だと登録忘れましたね。じゃあ制動詞いきましょう。で、制動詞はもうこれで OK、 まあ、ちょっとダーク系のね、このダークストーンは2本欲しいんですが、まあ、一つ一つ説明していきましょう。はい、こちらミトラランデロですが、これね、竜神火事、味方全体を蘇生できるので非常に有用というか、もう必須ですかね、これは。まあ、しかも、HP 回復効果も、中の上なので、割と回復してますね。ただ、クールタイムが200秒になるので、まあ、ここぞという時に、竜神化で使ってあげるといいですね。そして、組み合わせて使いたい武器があります。はい、クリスタルメイスです。これはね、回復アップ付与 80%、7.9 秒。まあ、1回分のスキルをね、回復ブーストするスキルです。なので、これ使ってから何らかの回復武器。これ使ってから何らかの回復武器ってやっていくのが、まあ、制動詞の基本になりますね。これはもう本当に
一手間かかるんですけど、火薬のね、速度はこっち使った方が速くなるので、まあ、これは全然使っていいんじゃないかなと思います。まあ、クールタイムの関係もありますけどね。一発ででかい回復できれば強いと。で、回復上昇のね、もう一つありますね。アースクラブ。こちらね、全員に出てしまう武器なんですが、自分に余回復アップ付与。これもね、回復量を上げると。ただね、このね、余回復アップ付与ね、通常だと、バフって、重ね掛けできるものと重ね掛けできないものがあるんですけど、まあ、このクリスタルメイスとアースクラブはね、重ね掛けできるらしいです。これね、どっちも重複します。なので、これ使って、味方全体回復ってやると、まあ、結構回復、最大値が出せます。あ、竜神化使えばもっと回復しますね。必要なのが、あとは、そうですね、蘇生も一個こういう風にホーリークラウンとか入れたかったり、全体回復入れたかったり、あとは特大回復をね、これね、ご自身はガンガン攻撃されるので、まあ、特大回復、これで回復できるので、まあ、特大回復2本ぐらい入れてもいいかもしれませんが、まあ、なんといってもさっき説明したダークストーン、これちらサブ火力になります。まあ、サブ火力になるので、これ味方で、敵全体に魔法ダメージ、特大ですからね、これ。あの、魔法色と倍率変わらねえっていうね。まあ、ただ、余回復ダウンはついちゃうんですけど、うん、全然これはね、サブ火力になるので、まあ、役割がちょっと違うじゃんって思う人もいると思うんですけど、余回復ダウンで。これ2本ぐらい欲しいです。2本あるとめっちゃ安定します。まあ、僕1本しかないんですけどね。で、回復量っていうのは、魔法力に依存します。めっちゃ低いですね、俺。なぜかというと、まあ、ミトラ武器がね、ミトラ防具か。ミトラ防具が、物効が高い防具になってます。まあ、なので、まあ、総合値で見え張りたいのはあるんですが、本当なら多分これ魔法をね、上がる防具。まあ、今度来ると思うんで、まあ、そこまで辛抱すればいいと思うんですけど。片方ミトラ、で、もう一個が、まあ、ガチャで出てれば、余回復アップ。っていう編成がね、ちょっと上位の人が結構やってるんですけど、まあ、突数が高いんで、なんとも言えませんが、まあ、現状はね、無課金の方、ミトラ防具を装備していくのがおすすめだと思います。というわけでした。今回はね、だらだら喋っただけでしたが、まあ、後編もね、あるんで、後編も見てください。それではね、ご視聴ありがとうございました。